一番低いんだ。さあ。やっぱりありがたいですね、特にここ最近は、コロナ禍でなかなかねサポーターの方たちも、この練習場に来ていただけるってことがね、難しい状況だったので、まさかね、年始め一番最初の練習にこれだけの方に集まっていただいて、ファンサービスね僕ら今できない状況なんですけども、それなのにこれだけの多くの方たち集まっていただいてるっていうのは、また僕らへの期待の表れだと思いますし、それをしっかりとこの1年かけて結果で、お答えできればなと思います。久しぶりにみんなで集まって練習して、すごいいい雰囲気でやれて楽しかったです。まあ、若い人も増えて、みんな生き生きしていい雰囲気でやれてると思います。まあ、今年でエディオンスタジアムが最後の年になるので、まあ有終の美で終われるように、またユニフォームに星をつけれるように頑張りたいと思います。キャンプ入ってすぐ試合が入ってるんで、まあ、それに向けて、まあ、少しでもいいコンディションで臨めるようにしていきたいなっていうのは自分の中であるんで、まあ、ボールフィーディングだったり、まあ、体力面の部分で、まあ、少しでも上げていければいいのかなっていう面で、まあ、残ってシュートも打ったりしました。まあ、今年は15ゴール10アシストを目指して、まあ、昨シーズン以上にゴールに関わっていければいいのかなと思います。まあ、最初だったんでちょっとなんていうんですかね、緊張したんですけど、まあ最初楽しかったです。1年目なんですけど、ガンガン行ってアピールして勝ち取りたいと思います。いよいよ始まるなっていう感じでした。始まりますね。始まりますね。頑張ります。今年は飛躍の年にしたいと思います。